ケルがね、ヤマトの音を歌うのについてシゲル誰も誘ったんですけど、来ないんですよ。ヤマトの音は歌わないとせんとか言って、でその時の仕事が誘われて、俺が抜けるバーの2人がセットでメインセッションに入ったら、ルーブランドを歌ったかなっていうか、そんな作品があったんですね。踊るためのところにしゃべって。